はい、今日は6月16日になります。時間にして朝5時を過ぎたところなんですけども、ちょうど1週間前の今日、109円の575というエントリーポイントを私は設けて線を引きました。ここを上回ったら倍に入れば大きく利益が取れるというふうにお話したんですけども、現在ですね、価格の方はグイッと上がり、はい、ちょっとね画面が切れちゃいましてすみません、再度取り直しておりますけども、ブレイクポイントを109円の575で超えて50ピップスほど多くの方が取れていたんではないかなと思います。もちろん私のね相場解説をきちんと見て、あのエントリーポイントを信じてくださればです。でもね、それまでずっとね鳴かず飛ばずと言いますか、見るのが相場みたいな感じでずっと続いてたんですよね。でその中で厳選して確定したエントリーポイントですから、まあ私はねエントリーポイントなぜかちょっとね間違っちゃってましたけども、まあでもね宣言したのは109円の575でした。あそこをクリアすればやっぱりね40ピップス50ピップス取れたポイントになっていると思います。でそろそろその利確をしていただいて、新しいねエントリーポイントを探すところに入るんですけども、じゃあこれからね相場の方どういうふうに見えていけばいいかってことなんですけども、基本的には倍の方向でいいと思うんですけども、その辺をちょっとお話していきます。じゃあ画面を切り替えていきますね。デイリーをどうぞ。でデイリーなんですけども、ずっとお話しているようにこういうふうな形になりますね。右肩上がりで入ってますから、ぐーっというふうにねチャンネルライン引けてますよね。だからまだ倍が続くってのは、ここからさらにまだこれだけの余地があるってことなんですよね。ただ瞬間的にはこういう風になってこういう風になることもあります。こういう風にね、もしくは一旦下がってまた別の時に改めてこちらのチャンネルラインに当たるってことも考えられますので、ロスカットは忘れずにってことになります。全体的な流れでは右肩上がりでしょうね。で4時間見てみますと、まずはここのポイントに達するのかなってところです。だから今押し目を作ってるところっていうふうに見るのが正しいんじゃないかなと思いますよね。移動平均線は上昇を示してますし、それからね下髭がかなり出てます。上髭も出てますけども、そこを信じるとやっぱこう突き破って上に行くっていうふうな形になりますね。じゃあ1時間の方を見てみますね。1時間の方を見てみますと、もうこれははっきりとねズバーンと超えた後でここに支えられてさらに上昇というところが見えますね。109円の575がずっとポイントになってるってところですよね。ここもそうですけどね。でこの後なんですけども、横ばいを続けながら1時間ですよ、ちょっと移動平均線が下の方に向いてるでしょ。だから押し目を作って上の方に行くっていうふうに私は見ておりますね。はい、水曜日ですからね、まだまだ勝負できる時間帯はあると思います。とりあえず倍で入るために、1時間で引いたそのレンジのあの箱ですよね。箱をしっかり意識して、今度入るのは110円の125を超えた時に倍で入るっていうふうに、まあ今のところは軽くね、考えておきます。まだね、110円の125でいいのかどうかはわかりませんけども、まあ、多分いいでしょうね。ということで今日は一旦利確をした後様子を見ていきましょう。まだ利確してない人もこの辺で一旦利確しましょう。少なくとも半分利確しましょう。で次のフェーズに入ります。それでは。